日本関東地方神奈川県横浜市栄区、丹野家国丹野家国は、横浜市栄区の町名。現行行政地名は丹野家国一丁目及び、丹野家国二丁目と丹野家国。住居表示は、梶ヶ谷町が未実施区域、丹野家国一丁目及び丹野家国二丁目は、実施済み区域。港南区栄付近の鎌倉街道栄区の中北部に位置し、 鎌倉街道の南東が丹焼国一丁目、北西が丹焼国二丁目、JR 根岸線の北側が梶ヶ谷町となっている。北は、江南区日の南、東は、栄区元大橋、南は、中野町、桂町、西は、柏明、小菅家国、梶ヶ谷町の北は、小山台に隣接する。地形及び、利用状況については、 南西から北東へ向かう家地を通過する、鎌倉街道を中心部とし店舗が点在する、住宅地、そこから南北の小高い丘陵地と宿にかけてが、住宅地、緑地となっている。交通は JR 根岸線本郷台駅から500メートルから1.5キロメートル圏内で、あるほか鎌倉街道を経由で、大船、上大岡、桜木町方面などへの路線バスが利用できる。 一丁目の南東には中野町とまたがる丘陵地に本郷藤山公園があり古民家が一区保存されている住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば丹焼け国2から23から10の地点で17万1円平方メートルとなっている1965年から第1 0土地により 現在の栄区域発の宅地開発が行われ、1972年からは、東部グループによる、本郷大団地の開発が始まった。鎌倉時代にこの地に丹谷市が住んでいたことから、この地名が付けられた。かつては、鎌倉郡丹谷家国村で、1889年に、笠間、中野、桂、高田、上野、小菅谷の各村と合併。 本郷村大和谷,谷国となる。1939年4月1日に、横浜市戸塚区に編入され、戸塚区梶谷が町となった。1973年に梶谷が町と中野町の一部から、元大橋が新設。1986年に分区により、栄区梶谷が町となる。1994年から1996年に、かけて、 カジガ町とコスガイ町、カツラ町などの各一部からコスガケ国と、カシワ・アキラが新設された。1996年12月21日に、カジガ町と中野町の一部から丹谷家国1.2丁目が新設され、同時に住居表示が実施された。また、中野町と上里町の接する位置に、飛び地が存在する。2011年。 横浜市内30番目となる市民の森である、梶じが市民の森が単焼け国2丁目に指定され、2014年4月1日に開園した。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。梶ヶ谷町に関するカテゴリー、ありがとうございます。